どうもこんにちは、風水アドバイザー資格を持つグリーンスマイル店長の立花俊です。今日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。私は普段、観葉植物専門のネットショップを運営する傍らで、風水アドバイザーとして情報発信したり、雑誌に掲載していただいたりしています。とこんな風に、観葉植物と、風水は、私が大変得意とするところですので、最後までお付き合いいただけると嬉しく思います。で今回は、方角の東南で縁結びの運気をアップするお話です。風水では、方角にそれぞれに違った意味やパワーがあり、東南は人間関係の運気を司る方位、人間関係の中でも特に出会いとか良縁とかの縁結びの運気に強い方角です。ですので、東南の気の流れを良くすれば、恋愛運、結婚運のアップや、また、仕事においても人間関係の運気に恵まれる効果が期待できます。また、その東南と相性が良い観葉植物もありますので、そちらもご紹介させていただきます。タイトルは、縁結びの運気が上がる東南の風水と観葉植物です。風水で東南は木の木を持つ方位で、ご縁を運ぶ風のパワーを強く持ちます。そんなことから東南の方角を生かして成就した恋愛や結婚はとても強固なものになると言われています。またここでいう縁結びは恋愛や結婚に関する運気だけでなく、人と人とのご縁も全般に影響があるので、人付き合いのお悩みや人脈作りなどにも効果的です。ではどうすればその東南のパワーをうまく生かして縁結びの運気をアップできるのか、今日は誰でも簡単にすぐ実践できる東南のパワーを生かす風水を5つに絞ってご紹介いたします。その5つはこちらとなります。ラッキーカラーを生かす、お花を取り入れる、香りを取り入れる、風通しの良い空間作り、東南と相性良い観葉植物を置くです。方角の東南とは家の中心から見ての方角となります。では1つずつ詳しく解説いたします。まず一つ目はラッキーカラーを生かすです。風水では方角それぞれに相性の良いラッキーカラーがあります。東南のラッキーカラーは緑とピンクです。あとオレンジも相性がいいです。東南にそれらの色が入ったインテリアを置くことで縁結びの運気アップ効果が期待できます。もし東南の方向に窓があれば、それらラッキーカラーのカーテンはとてもおすすめです。逆に東南にあまりおすすめできない色は黒やグレーなど、黒やグレーは陰の気が強いので縁結びには向かない色なんです。ワンポイントくらいなら問題ありませんが、黒やグレーがメインとなるインテリアや黒やグレーのカーテンは避けましょう。2つ目は花を取り入れるです。東南は木の木を持つことから植物と相性良い方角ですので、生花、生のお花ともとても相性が良いです。またお花はもともと恋愛とか結婚アップのアイテムでもあることから、東南のパワーを生かして恋愛や結婚の運気アップを引き寄せたいなら、東南の成果はとても効果的です。飾るお花は先ほどご紹介したラッキーカラーの緑、ピンク、オレンジを使ったものが特におすすめです。また風水では季節感をとても大切にすることから、飾るお花はその季節にぴったりの旬のお花か、または少し季節を先取りしたお花もおすすめです。あと花柄のインテリアなども効果があるので、積極的に取り入れてみましょう。なお生花は元気でフレッシュなものでないと効果がないので、枯れた場合はすぐに処分するようにしましょう。3つ目は香りを取り入れるです。風水においてアロマなどの香りは運気アップアイテムの一つですが、特に東南における香りは必要不可欠と言われているぐらい大切です。というのも、東南で風に運ばれたご縁をより効果的に生かすのが良い香りだからです。せっかく東南に良いご縁が運ばれてきても、東南の香りが良くないとご縁はそこにはとどまらずに消えてしまいます。ですので東南の方角ではアロマなどの良い香りを用意して、運ばれてきたご縁をがっちりと掴むようにしましょう。生花やハーブなどの自然の香りが特に良いですが、天然の成分から取ったアロマやお香もとても効果的です。香りはできるだけ人工的なものではなくて、天然成分のものを選ぶようにしましょう。選ぶ香りは特にこだわる必要がなく、あなたが心地よい香りを選ぶのが良いのですが、あえておすすめするのならローズ、ピーチ、オレンジの香りが特に良いです。特に東南の方向に匂いが発生しやすいトイレとか玄関などがあるお家は、良い香りは必ず準備しましょう。せっかくのご縁も匂いのせいで消えてしまう恐れが高くなってしまいますので。4つ目、
4つ目は風通しの良い空間作りです。盗難のご縁は風によって運ばれます。ですので風通しの良い空間作りが必要です。空気が滞るような空間では良いご縁は運ばれてきません。窓からの風、換気扇やサーキュレーターを使っての風の循環などできる範囲で風通しを良くするように努めましょう。風通しが良ければ良いほど縁結びの運気アップ効果も期待できます。5つ目は盗難と相性良い観葉植物を置くです。風水で観葉植物は自然のパワーが凝縮された開運アイテムです。悪い気を浄化して気の流れを変える効果があると言われています。ですのでどんな観葉植物を盗難に飾っても基本すべて盗難が持つ風水パワーを活かせるのですが、今日は特に盗難と相性良く縁結びの運気アップ効果が期待できる観葉植物を5つご紹介させていただきます。盗難と相性良く縁結びの運気アップ効果ができるのは枝や葉っぱが下に垂れ下がるグリーンや枝や葉っぱに動きがあるもの、またハートの葉っぱを持つものとか、あと風になびくような繊細な葉っぱを持つ観葉植物なんかも盗難と相性が良いです。具体的な品種で言うとおすすめなのはこちらの5種となります。アイビー、シュガーバイン、モンステラ、アンスリウム、ポトス。他にもいくつかありますが、全部紹介しきれないので5種に絞ってそれぞれの簡単なお手入れポイントも合わせてご紹介いたします。まずは1つ目、アイビー、ヘデラ。葉や枝が下に垂れ下がるアイビーは人間関係の運気を高めます。また土全体をこんもりと葉っぱで覆う植物は家庭運アップの効果も強く、独身の方なら結婚運アップ、結婚している方なら家族の絆が深まります。加えてアイビーは魔除け、厄除けのパワーも合わせ持ちます。そんなアイビーのお手入れは比較的簡単で初心者さん向き、とても性質強いので室内なら場所を選ばず楽しめます。窓がなく日光の入らない場所でも明るい室内照明があれば OK です。寒さにも強いので冬の管理も楽です。2つ目はシュガーバイン。シュガーバインもアイビーと同じく葉や枝が下に垂れ下がる観葉植物で人間関係の運気アップ効果が期待できます。特にシュガーバインは葉や枝が細かく繊細なので盗難に置くことで恋愛に限らず良いご縁を引き寄せるパワーが期待できます。そんなシュガーバインのお手入れも比較的簡単で初心者さん向き、窓がなく日光の入らない場所でも明るい室内照明があれば育ちます。3つ目はモンステラ。ハートの葉を持つモンステラも縁結びのパワーを持つ観葉植物で、良縁の中でも特に恋愛運や結婚アップのパワーが強い観葉植物。加えてモンステラは金運アップ効果も期待できます。見た目も可愛くインテリア性も高いこともあってとても人気の高い観葉植物です。そんなモンステラのお手入れも比較的簡単で、日向から半日陰まで場所を選ばず楽しめる観葉植物ですが、強い太陽の光には弱いので直射日光は避けて育てた方が無難です。あと寒さにはそんなに強くなく、冬でもできれば10度以上保てる場所が安心です。そんなモンステラの詳しい育て方は別動画がありますので、よければそちらを参照してください。概要欄で紹介しておきます。4つ目はアンスリウム。ハートの葉を持ち、ピンクや赤のお花が華やかなインテリア性高い人気の観葉植物。このアンソリウムは縁結びの中でも特に女性の恋愛運や結婚運アップ効果が期待できる観葉植物です。さらにアンソリウムは魔除け、厄除けのパワーも合わせ持ちます。ただしお手入れは少し難しく、明るさと高温を好むので、それらが確保できない場所は避けた方がいいです。アンソリウムの詳しい育て方も別動画がありますので、よければそちらをご参照ください。概要欄で紹介しておきます。5つ目はポトス。つる性植物で枝や葉っぱの動きが楽しめる観葉植物。こちらも縁結びのパワーを持ちます。ポトスの縁結びは恋愛運に限ったことでなく、人間関係全般の運気アップ効果が期待できます。さらにポトスは魔除け、厄除けと、あと金運アップのパワーも合わせ持ちます。とても風水効果の高いおすすめの観葉植物です。お手入れも難しくはありません。日光を好みますが耐陰性もあるので日陰でも育ちます。ただし日光を当ててあげた方が元気な株に育ち、また葉っぱの色艶も綺麗になります。耐寒性もあるので冬の管理も比較的簡単です。こちらも詳しい育て方は別動画がありますので、よければそちらを参照してください。概要欄で紹介しておきます。以上となります。それでは最後に盗難のパワーを生かす風水をおさらいしておきます。こちらの5つです。ラッキーカラーを生かす、お花を取り入れる、香りを取り入れる、
風通しの良い空間作り、東南と相性良い観葉植物を置くです。東南と特に相性良い観葉植物は、枝や葉っぱが下に垂れ下がるグリーンや、枝や葉っぱに動きがあるグリーン、またハートの葉っぱを持つグリーンとか、あと風になびくような繊細な葉っぱを持つ観葉植物です。今回は5つ厳選してご紹介いたしました。アイビー、シュガーバイン、モンステラ、アンスリウム、ポトス、以上の5種です。今日は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。これまでの内容はホームページグリーンスマイルでもご紹介しています。文字と写真でじっくりと読みたい方はホームページをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。この YouTube チャンネルでは風水のこと、植物のこと、運気アップに関することなんかを発信しています。もしこんなテーマで話してほしいなどのリクエストがあればコメント欄にご要望をお書きください。あと高評価ボタンとチャンネル登録が何よりの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。